通告順に質問を許します。はじめに林義晴君。はい。林義晴でございます。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。本日は大きな項目2つ質問させていただきます。1つ目は、本市におきましてオンライン開催、初のオンライン開催となった市政懇談会についてお伺いしたいと思うわけでございます。昨年6月議会で市政懇談会についての質問をした際に、執行部から特に市民からの要望もないのでオンライン開催の考えはないとの答弁だったものが、どのような経緯でオンライン開催に至ったのか、また開催後の総括と今後の開催の方向性についてもお聞かせ願えればと思います。二つ目は、奨学資金貸付制度についてお伺いします。長引く不況の影響もあり、日本の貧困や格差の問題は深刻化するばかりでございます。経済的な理由で進学を諦めてしまうのはあまりにも残酷で、そういった方々を救わなければいけないのが政治と考えます。そこでまず小さな1問目、本市の奨学資金貸付制度の利用状況について、貸付実績と貸付の要件はどうなっているのか。次に2問目といたしまして、給付型や U ターンを条件とした若者の人口減少対策と連動したような返還免除型の制度導入のお考えはあるか、それぞれご答弁をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。市長。それではご質問にお答えいたします。1問目のオンライン市政懇談会についてお答えします。市政懇談会は市政の現状を市民に説明し、ご意見を伺う場として合併当初から実施しております。参加された方々から寄せられたご意見は、事業の効果や優先順位を検討した上で市政に反映させております。今回オンラインによる市政懇談会を開催した経緯ですが、市政懇談会の開催に際しては、各地区の会場予約やスケジュール調整、周知期間などを考慮し、数ヶ月前には実施の有無を判断する必要があります。しかしながら、準備を開始する7月中旬に新型コロナウイルス感染症が蔓延し、沈静化の兆しも見えていなかったことから、参加者の安全を最優先しオンライン開催を決定いたしました。開催の周知方法につきましては、広報誌やホームページ、SNS などで周知し、27名の応募があり、当日は23名の参加がありました。また参加者からは、オンライン開催に関しての有効性やチャレンジを歓迎するご意見があったほか、デジタル機器に疎い方への対応や時間配分など課題についてもご意見をいただきました。対面式とオンライン開催では予算に大きな違いはありませんが、対面式では会場に入れる人数に制限があり、参加者が多い場合は分けて開催しなければなりません。しかしオンライン開催であれば、人数制限や会場準備の必要がないというメリットがある反面、デジタル機器を持っていない市民は参加できないというデメリットもあります。今後の開催については、基本的には例年通り対面式での開催を考えておりますが、より多くの市民が参加できるよう、インターネット中継やオンライン開催も含めて検討してまいりたいと思っています。以上で私からの答弁は終わります。教育長。次に2問目の奨学資金貸付制度についてお答えします。まず1点目の奨学資金貸付制度の利用状況についての奨学資金貸付制度の貸付の要件と貸付実績はどのようになっているかについてですが、南房総市奨学資金貸付基金の貸付対象者は、学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、大学、または別に定める専修学校の高等課程、もしくは専門課程に入学が決定し、または在学するものです。貸付を受ける者の要件としては、1として、本市に住所を有し、引き続き1年以上居住する者、
または本市に住所を有し、引き続き1年以上居住している者の指定であること、2として、学業の成績が優れ、成功が正しいものであること、3として、経済的理由により就学が困難なものであることです。次に、貸付実績ですが、現在の基金の額はおよそ1億3500万円。今年度末の貸付額はおよそ9800万円で、3700万円程度の残高が見込まれます。貸付状況は、令和5年2月1日現在、18人に貸付を行っており、71人が償還中です。最近の新規貸付者数ですが、令和3年度は4人、令和4年度は4人、令和5年4月からの新規貸付者は3人が内定しております。例年、上半期、下半期の年2回、貸付審査会を開催し、新規貸付の決定を行っています。次に2点目の給付金や返還免除制度の導入についての給付型の奨学金についてですが、令和2年4月から独立行政法人日本学生支援機構が経済的理由で進学を諦めることがないようにと、返済不要の給付奨学金制度をスタートさせました。この奨学金は、世帯収入の基準を満たしていれば、成績だけで判断せず、しっかりとした学ぶ意欲があれば、支援を受けることができるというものです。対象となる世帯は、住民税非課税世帯か、それに準ずる世帯で、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校等に通学する要件を満たす者全員が支援を受けることができます。該当になった場合は、一定額の返済不要な奨学金が給付されるほか、大学等へ申し込むことで、授業料の免除、減額を受けることができます。このほか、民間企業や民間育英団体、大学等による独自の給付型奨学金があります。教育委員会は、これまでに給付型奨学金制度を検討してきたところですが、このような制度ができたこともあり、市として独自の給付型奨学金は実施しておりません。次に U ターンを条件とした若者の人口減少対策と連動した返還免除型制度導入の考えはあるかについてですが、近年、国においては当該自治体の域内の企業へ若者が就職する場合等に、その若者が抱える奨学金の返還を地方自治体が支援する取り組みを推進することにより、地域の産業等の担い手となる若者の小企業への就職や UIJ ターンを促す奨学金返還支援による若者の地方定着を推進しています。この制度は都道府県のや市町村が実施主体となり、要件を満たす学生の奨学金返還の全部、または一部を負担するものです。事業実施に際しては、要件として、1として大学、高校等の学生生徒を対象とすること、2として大学、高等、高校等卒業後の居住地域を当該市町村の区域内とすること、およびその居住期間を定めることが必須となっています。対象となる奨学金は、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金のほか、地方公共団体独自の奨学金の返還にかかる支援の取り組みも対象となります。市といたしましては、特別交付税措置が経費の2分の1であること、市町村が本取り組みを実施するにあたっては、支援対象者が重複する恐れがあることから、都道府県と十分に調整必要があることなどを含め、今後検討してまいりたいと考えております。以上で答弁を終わります。
林義晴君。それでは、市政懇談会についての再質問をさせていただきます。ちなみに私は、先月行われましたオンライン市政懇談会に一市民として参加させていただきました。大変素晴らしい試みだと高く評価いたします。また市政懇談会の開催を望んでいる市民も少なくないと思いますので、今後も続けていただきたい重要な事業だと考えています。でそもそものお話になるのですが、本市における市政懇談会の位置づけはどのようなものなのでしょうか。重要度や必要度をどうお考えなのかお答えください。総務部長。はい、先ほど市長から説明がございましたが、市政懇談会は市政の現状を市民に説明する場として、また市民が日頃から疑問や不安に思っていることなどを解決する場として有効であり必要であると考えております。林義晴君。はい、必要であると承知しました。では市政懇談会での市民の意見を事業の効果や優先順位を検討した上で市政に反映していくと市長答弁にありました。本市合併後平成30年度までに開催された市政懇談会で上がった意見を実際に反映した具体例はあるのでしょうか。お答えください。総務長。過去にご意見をいただきまして、災害時の避難所の改善や公園の整備などのご意見があり、その後の整備の参考とさせていただいております。林義晴君。はい、参考にさせていただき、実際に市政に反映したという言葉をいただきました。今挙げていただいた以外にもきっと成果はあったのだろうと想像いたします。ではこの今回の参加人数について、この23名という数字、率直にいかがでしょうか。総務部長。総務部長。はい、想定では20名から50名程度の応募があると考えておりました。おおむね想定通りの参加だと考えております。林義晴君。承知いたしました。私は若干少ないようにも感じておりますが、初めてということと、デジタル機器に不慣れな市民が少なくはないということが原因で、このような数字になったのではないでしょうか。ちなみに今回の申し込みはこの個人に限って募集をしたのか、それとも例えば行政区や団体の代表者が申し込みをして、パソコンやスマホの前に複数人いる形の参加というのは認められていたのでしょうか。総務部長。総務部長。はい、今回のオンライン市政懇談会は個人に限っての応募はしておりませんでした。また行政区や団体による参加についても制限はしておりませんでした。林義晴君。はい、承知いたしました。では予算面について、こちらも市長答弁の中で対面式とオンライン開催とでは大きな予算の違いはないとおっしゃられていましたが、今回のオンライン市政懇談会のために何かこう新たに購入した機材やソフトはありますでしょうか。総務部長。はい、今回のオンライン市政懇談会は普段の市の業務として使用しているウェーブカメラやパソコンを所有したため、新たな機材のやソフトの購入はしておりません。林義晴君。承知いたしました。ということは、結果的にお金もかからず、会場設置および撤収、市民の誘導、案内などの人員も省けたということで、非常にスマートで効率的な市政懇談会に生まれ変わったと言えるのではないでしょうか。では今後の開催頻度についてお尋ねいたします。こちらは変わらず2年に1度という方針なのでしょうか。総務部長。先ほど市長から説明に触れましたが、基本的にこれまで通り2年に1回の対面式で考えております。なお今後の開催方法につきましては、より多くの市民が参加できるようオンラインによる市政懇談会の開催を含め考えてまいります。林義晴君。はい、オンライン開催であれば先ほども申し上げましたが、かなり効率的にできるということが分かったわけですから、頻度についても検討の余地があるのではと感じます。では過去の対面式の市政懇談会は旧町村すべてで7日間もしくは8日間開催していたわけですが、先ほどお答えいただいた想定人数が20名から50名であったのに対しまして、
今回1日の1回のみの開催だったというのはどういった経緯からなんでしょうか。総務部長、オンラインでの市政懇談会は、今回が初めての取り組みであり、スムーズにオンラインシステムが稼働するか、テスト開催でもありましたので、今回は1日の開催とさせていただきました。今後の開催につきましては、今回の経験や課題を踏まえ、開催方法や開催時期、開催回数など、また周知方法も含めて参加者を増やせるよう考えてまいります。林義晴君。承知いたしました。そういうことでしたらば、ぜひ検討を重ねていただきまして、本市にとって最善の市政懇談会の実現を要望いたします。今回この一般質問をするにあたりまして、オンライン市政懇談会に参加された市民の方から、行政サイドには本気で市民の意見を聞く耳はないのではという厳しいご意見もいただきました。こういった声が少なくなりますように、市民と行政の意見交換の場を大切にすべきと考えます。各行政区の区長さんなどとも連携を図るなどし、あと先ほどおっしゃられました周知ですね、さまざまな面から繰り返しになりますが、引き続き検討をお願いいたします。それでは奨学資金貸付制度についての再質問をさせていただきます。貸付の要件についてもう少し詳しくお聞きしたいのですが、学業の成績が優れ、成功が正しいとは具体的にどのような生徒を指しているのでしょうか。その判断基準はどのようなものなんでしょうか。お願いします。教育次長です。それではご質問にお答えいたします。小学生の選定に際しては、奨学資金貸付申請書に大学、専修学校、専門課程に進学する学生は高等学校から、高等学校に進学する学生は中学校から調査書を取得し、家族の収入が分かる書類等を添付して提出していただき、それらを参考にして審議会を開き、学業成績基準や所得基準をもとに判断しております。以上です。林義晴君。はい、おおむねその学校からの、調査書が、基準の大きなもの、そして収入が基準の大きなものということで理解をいたしました。ではその経済的な理由とは具体的にいくらぐらいの世帯年収を指すのでしょうか。お願いします。教育次長。はい、教育次長です。経済的理由により就学が困難なものの基準は、原則として本人の属する世帯の1年間の総所得金額が南房総市小学生選考基準に定める所得基準額以下であることを要します。具体的には所得証明書や源泉徴収票、確定申告書等をもとに世帯の総所得金額を算出し、父子、母子世帯であることや他に兄弟がいることなどにより判断する金額が違ってきます。特別控除額を控除した後の金額が所得基準額以下であれば該当となります。林義晴君。はい、それぞれケースによって金額がばらつきがあるので、はっきりとした数字をお出しできないのだと思いますので、これ以上はお聞きいたしません。でですね、貸し付けるかどうかを年2回の審査会で判断するとありました。その構成についてお答えください。教育次長。はい、教育次長です。それではお答えいたします。審査会の構成人数は 5人です。具体的には総務委員会委員長、副市長、保健福祉部長、教育長職務代理者、中学校長の代表者、合計5名でございます。林義晴君。はい、承知いたしました。でこちらの質問はですね、約1年半前令和3年9月の議会で安倍光恵議員が質問されていらっしゃいまして、その議事録を見させていただきましたところ、当時7人の方の返済が滞っていて、その合計額が388万1000円であるとの記録がありました。その現在の滞納者の状況はどのようになっているのでしょうか。また連帯保証人が返済に当たっているケースなどはあるのでしょうか。お答えください。教育次長。はい、教育次長です。それではご質問にお答えします。
現在、返済終了期限が過ぎても、貸付金が残っている方は、7人です。未返済額ですね、まだ返済されてない額は約282万円です。連帯保証人が返済になっているケースはありません。林芳治君。はい、まあ、しっかりと無理なく、引き続き返済をしていただくよう働きかけるのが大前提ではございますが、この今おっしゃられた7人の方が約1年半、18ヶ月で106万円の返済実績ということで、まあ、奨学金の返済が現在の生活を圧迫しているのではということが、安易に想像がつきます。昨今、この問題も頻繁に取り上げられておりますが、ここで給付型や返還免除の奨学金を市独自で実施すべきではと考えます。もちろん慎重な議論が必要であるとは理解しておりますが、こちらにつきましても、令和3年9月議会の議事録を見させていただきましたところ、まあ、ほぼ同じような答弁の記録が残っておりました。つまるところ、現時点でこの返還免除や給付型の制度施行は難しいという解釈でよろしいのでしょうか。教育次長。はい、教育次長です。それではお答えします。本市の奨学資金貸付基金は、経済的理由で進学が難しい学生に貸し付けるものですが、基準はあまり厳しくしておらず、進学先や学ぶ内容にも制限など設けておりません。教育省答弁にもありましたとおり、過去には給付型の奨学金を検討いたしましたが、日本学生支援機構の制度など、他の制度が拡充されていることから、市独自の給付型奨学金については、引き続き検討することとしています。なお、返済免除制度についても、現時点での実現は難しいと考えていますが、検討を継続してまいりたいと考えております。林芳治君。ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。ちなみになんですが、福井県敦賀市では、返還免除の奨学金制度をですね、すでに導入しておりまして、高校または大学、専門学校卒業後に、敦賀市に就労のために U ターンをし、5年間住めば返還を免除するそうでございます。敦賀市の、市役所の担当課に問い合わせましたところ、市内で働かなくても、近隣で就労、もしくは市役所職員や教員にも適用されるとの回答でした。入学準備金が30万円、で月額最大5万円を例えば4年間借りた場合、合計で270万円、それを5年間の居住で返還を免除というインパクトのある思い切った政策は、若者の人口減少対策という側面からもとても有効であると考えますが、このような制度についてはどうお考えでしょうか。教育次長。教育次長です。それではお答えいたします。繰り返しになりますが、居住要件で奨学金を返還免除する制度については、2分の1の特別交付税措置があるとはいえ、市の財政にとって相当な負担があると思われます。若者の人口減少対策として、働く場の確保など課題が多い中で、この奨学金返還制度が有効なのか、総合的な観点から今後、検討してまいりたいと思います。以上です。林芳治君。はい、まあ、地域差もあると思いますので、いろいろ、まあ検討の余地はたくさんあると思います。ですが、定住人口1人当たりの年間消費額は120万円から130万円と言われております。それだけの額を最低でも5年間本市で消費してくださるわけですから、中期的な視点や現在進行形の人口減少対策にかけている予算の費用対効果と合わせて考えれば、一向の価値はあろうかと思いますので、ぜひ検討してくださいますよう強く要望いたします。加えまして、保健福祉部所管の看護師等就学資金貸付制度については本日は触れませんが、こちらも看護師等の資格を取得し、市内の医療機関に就労すれば年数に応じて返還を免除とするという制度で、人口減少対策に非常に有効なものが、まあ、すでに本市で施行されているわけですが、例えばですね、その保健福祉部と教育委員会と総務部などでこう合同で
人口減少対策について協議などはされたことはあるのでしょうか。総務部長。はい、人口減少対策としての合同の協議は現在は実施してございません。林芳春君。はい、ぜひ所管を超えまして縦割り感のない協議をお願いしたいと思います。少し質問の入り口と出口がずれてしまいましたが、奨学資金貸付制度はなくてはならない事業だと思っております。しかしながら無利子とはいえ借金であることには変わりありません。お金を貸して返してもらっておしまいということではなく、奨学資金貸付制度におきましても市政懇談会におきましても、それぞれの事業を市民にとっても市にとっても有効なものにするために成果を見据えた協議を重ねていただきますよう要望し、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。